ハーフドームは、アメリカ合衆国カリフォルニア州、マリポサ郡、ヨセミテ国立公園内にある加工岩ドームであり、ヨセミテ渓谷の東端に位置する。同渓谷を象徴する景観の一つであり、ハイキングやクライミングも盛んである。ハーフドームは、ヨセミテ渓谷に面する北西側が急瞬に切り立っており、南東側は丸みを帯びている。半球を縦に割ったような形状から、 ハーフドームという名前が付けられた。寄セみて渓谷の底からの高さは5000フィート近く、海抜は約8800フィートである。1870年代半ばまで、ハーフドームは絶対に登頂不可能と言われていたが、1875年、ジョージ・アンダーソンが初めて南東側から登頂に成功したケーブルルートを登るハイカーたち。 グレーシャーポイントから望むヨセミテ渓谷。右にハーフドーム。現在、ハーフドームの登頂ルートにはいくつかあるが、最も一般的なのが、彼が切り開いた、このケーブルルートと呼ばれる、約 13.2km のコースである。その出発点は、ヨセミテ渓谷のハッピーアイルから、約 10km にわたる、ジョンミュアートレールを登ったところにある。 ケーブルルートの最後の約120メートルの上りは鉄の杭を伝えながらよじ登るコースである。多くの人が滑り止めの手袋をはめて登っている。往復には10時間から12時間ほどかかるため夜明け頃出発し常に帰りの時間に注意するよう推奨されている。年間数千人がこのルートから頂上に到達しており、週末や休日には 多くのハイカーで混雑する。その他、ハーフドームの切り立った北西壁を登るロッククライミングルートもたくさんある。ロイヤル・ロビンズが1957年北西面からの登頂に成功し、これは標準北西面コースと呼ばれている。アメリカで最初のグレード6のコースである。ありがとうございます。